はい、皆様ご準備よろしいでしょうか。それでは根島流元気尽くしホークス応援米贈呈式を始めさせていただきます。金の根島流県産米元気尽くしはですね、27年前の福岡の米として順調に販売しております。昨年引き続き今年もですね、ホークスのカヤック金の根島流県産米根島流元気尽くしホークス応援米を販売していただきます。3年連続の日本一を祈願してソフトバンクホークスで300キロを贈呈いただきます。それではまず JA 全農福連県本部長の村岡様より一言ご挨拶いただきます。よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは。ただいまご紹介をいただきました全農福連の村岡でございます。本日はソフトバンクホークスの選手の皆さんにですね、元気になっていただくように先ほど司会が申し上げましたようにお米を持ってまいりました。金の飯丸元気尽くしといって、まあ、非常に美味しいお米でございまして、ちょっとこちらに書いておりますように、あったかい時は当然美味しいんですけど冷めてもうまいということで、おにぎり弁当にもとてもいいお米でございます。ぜひともですねこれを食べてホークスの選手の皆さんには元気になっていただいて、まずは交流戦の優勝、そしてパ・リーグ優勝、そして日本一ということでですね、福岡の地を大いに盛り上げていただきたいと思います。どうぞ頑張ってください。はい、それでは本田裕樹選手よりご挨拶と意気込みをお願いします。はい、今回は、福岡県産米元気尽くしということで、僕も、福岡出身ということもありまして、試合前には、お米を必ず食べて試合に臨んでます。このお米をいただいて、選手みんなでもう一回 V3 を目指して頑張りたいと思います。これからも、予選よろしくお願いします。はい、それでは贈呈式に移ります。はい、では村岡本部長より贈呈いただきます。正面お願いします。はい、お願いします。はい、こちら金の飯丸原産米飯丸元気尽くしホークス応援米は6月10日の発売となります。はい、それでは贈呈式終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。